現在の感染者の数は1万3,229人で、このうち重症は昨日から2人減って19人、入院・入所待機中、自宅療養中の人は1万2,504人となっています。また、天理市の60代男性、御世市の80代女性、宇田市の90代男性の3人の死亡が発表され、県内で亡くなった人の数は累計で306人となりました。